続きまして川崎フロンターレ監督関塚隆から皆様に今季の抱負を述べさせていただきます。今監督よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今シーズン新たに監督になりました関塚です。あえて新たにと言わせていただきます。座りながら挨拶させていただきます。と言いますのも、今回のこの契約をいただいたとき、2004年には J2 の川崎フロンターレとして、契約を初めて、もう5年前になりますけどもしました。そして2004年 J2 優勝、J1 昇格という目標を果たし、2005年から J1 で戦い、そして、この間に2000リーグ戦2位が2回、そしてナビスコ杯準優勝、ACL8 位と、我々は戦いの中で自信とそして経験を積んでまいりました。今は本当に輝かしい成績を収めるビッグクラブに成長したなというふうに思っています。私自身10歳からサッカーを始めて38年間現場を離れたことはありませんでした。昨シーズン4月にですね、現場から離れてサッカーを見るとそういう携わる立場になりまして、等々力競技場のそしてテレビの画面で見るその雰囲気の素晴らしさ、それを改めて感じることができました。これを支えてくれているのもサポーターの皆さんの熱くそして温かい声援のおかげだというふうに改めて感じさせられました。このように今輝いているフロンターレ、これは阿部市長をはじめクラブスタッフ、選手、そして多くのサポーターの皆さんのベクトルを合わせた、そして作り上げてきたクラブだというふうに改めて思っております。このクラブで改めて今シーズン監督を引き受ける、指揮取れるということに誇りとその責任の重さを感じております。昨シーズンも高畑君のもと最後まで優勝を争い、非常に進歩したフロンターレを展開してくれたなというふうに思ってます。そして今シーズンアジア、そして J リーグ、この頂点を目指します。我々選手、スタッフ、この今まで経験してきた悔しさ、そして大きな経験とそして自信を持ってこの今シーズンを戦い抜きたいなというふうに思っております。初タイトルを目指して3年、そして J1 5シーズン目の今シーズン、サポーターの皆さんと共にですね、絶対に初タイトルをつかみ取りたいというふうに強く思います。1年間どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。